6月に、島津市の家臣で、大隅国菱狩郡油農寺島の梅北国県が、起こした一期である。豊臣秀吉による一回目の朝鮮出兵の際、前線基地である非前名古屋城へ向かう船を待つ、名目で、肥後国足北軍佐敷に泊まっていた梅北国県は、文禄元年6月15日、足北を治める肥後熊本城主、加藤清正の朝鮮出征中の隙をつく形で、 佐敷城を占拠する。同期は朝鮮出兵への反発とも、秀吉の支配に対する反発とも言われる。この一期には、田尻田島、東郷陣江門といった島津家臣が参加し、それぞれの手勢に農民や町人が加わった、反乱軍の人数は700人であったとも2000人であったとも言われる。これまで国県は佐敷城の留守を預かっていた。 安田八重門らの偽りの投稿に油断して6月17日に、堺善座えもによって残殺されたため一期は、わずか3日で鎮圧された、とされていた。しかし、最近になって、一期勢は、佐敷城を15日にわたって占拠していたという説も、浮上している。いずれにしても一期勢は、佐敷の北の八代城,城を攻めたが失敗に終わり、 加藤氏や肥後人吉城主相良氏の軍勢によって鎮圧され、国県は死亡した。国県の首は名古屋城に届けられて浜辺にさらされ、胴体は佐敷木本松に埋められたという。この植木大輝はもともと遅れ気味であった島津氏の文禄の約三人をさらに遅らせてしまう結果となり、島津義弘をもってして、日本一の知人と言わしめるほどの失態につながった。 この嘘人は、島津氏に対する豊臣政権の不信を招き、島津領内では、豊臣政権の使わした、浅野長政や細川雄斎らによる徹底した検知が行われることになる。さらに島津俊久が秀吉によって、一気の黒幕とみなされ、島津義久の追悼を受けて死亡したほか、一気に家臣が参加したという理由で、日後の麻子れミがわずか12歳で斬首された。 梅めきた一気によって、島津市の政治的な立場は極度に悪化したが、県知や、それに伴う、国人領主層の没落は結果として、島津市の大名権力強化につながり、慶長の役で軍港を挙げ、名誉を挽回する契機となった。また事件後の処罰が過熱だったことから、この後の文後大友氏の海激事件などとともに、豊臣政権になじまなかった。 九州の諸勢力を政権体制下に組み伏せる効果があったとされる。一方、国県は丘陵において、神となり、現在も鹿児島県愛らし北山に、国県を祀る梅北神社が残っている。大和田 P189、ありがとうございます。